どうもきなりです。どうもまおです。どうも。ということで本日福岡にやってまいりました。いらっしゃいまし。いらっしゃいまし。いらっしゃいませ。しゃましということで、うん、いつも会った時にラジオを収録してるんですけど、はい、本日はもう1本のみです。そしてもう今日はお便りから入っちゃいます。はい、そしてこのお便りはですね、はい、記憶上1ヶ月か2ヶ月前にもらったやつかもしれない、うん、おー結婚前だね。はい、なんでちょっと過去のお話になるんですけど、うん、いきます。お出かけの日が近づいてきて楽しみです。台風とか来ないで。これが2ヶ月前か1ヶ月前の気持ちです。俺が覚えたの高校生の時に、うん、もっと出かけるってなって、うん、雨が降って行けれんね今日ってなって、うん、でも途中から晴れて行くみたいになって行くみたいなやり取りを僕たちはしたんですよ。おいそうなの？僕は覚えてます。覚えてないな、ちょっと、うん、その後にどこ行ったとか覚えてないけど、LINE でそのやり取りしたのは覚えてる。すごいね、高校？うん、高校、本当に最初の方、高1とかさ、うん、その辺もう8年前ぐらいの話。すごいで、やっぱワクワクしますよね。うん、ワクワクする、お出かけ。うん、そうね、天気にね左右されることもしばしばねあるわね。特に僕たちは、うん、なんか知らないんですけど、マオさんが雨男的なやつで、雨女的な、でちょっとなんかたびたびファーファー降る的な、うんうん、なんかあれこの前まで晴れてたのに、うん、なんか変わってるぞ、うん、みたいな、傘マークついてんだけど、うん、みたいな、そんな感じです。まあ誰が悪いとかやめない、きなりくんが総合的に悪いとしたらみんな救われるかしら。うん、悪いやつだ、うん、で今回も僕たちもねお出かけ行ってきました。お出かけしました。何をされました？映画を見に行ってお買い物をしました。そう、アナログ見てきました。アナログをご存知ですか皆様？ニノが主演の、うん、もうニノが主演だったら俺外れないと思ってますから。ないと思ってる、ハルさんとニノのね、そうそう、映画なのですよ。よかった、よかった。あのね、写真と動画やり始めてね、うん、やっぱカットごとのね、うん、うわいいカットやなって思いながらね光の入り方めっちゃいいやんみたいな見方してました。特にねアナログのね、ほんとスタートのね、うんうん、家のシーンがあるんやけど完璧だったね。よかったねあれは、うん、見てくれあれ、おすすめ本当に。なんか将来の理想的なカットみたいな、うんうん、理想的な家の作りに近い朝ごはんと、うん、見ました、あのカット。見ましたよ隣でよかった、うん、内容ももうね、あの内容より映像になってるのよ視点が視点がそっちになっちゃいまして、うん、途中もういいなと思いながら見てました。そうなん、よかったね、とても良かったです、うん、で服もね、うん、僕の今回のテーマは、はい、シャツに合うアウター探しの旅をしたくて、うんうんうん、割と理想に近いものが手に入った。素晴らしい。どうですかあれ？あれは良かった、とても、うん、かわいいんですよ。かわいいんですよ。マオさんもフリックスストアで無事ゲットし、かわいいのゲットし大満足だわ。いい日だった。珍しいよね自分たちが写真以外になんかするって。なんか映画は数年おきにあるんや。そうなんかショッピングはね、うん、せんよね俺ら。ないね、本当にそれだけっていうのがね。そうないな、ない本当になんかどっか写真撮りに行くとかさ、そう楽しみ方がちょっと違うもんね、うん、よかった、たまには良いです、うん、うん、
疲労感はドットあるね。うん、満足の。そう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 。満足した疲労感がドット返ってきたら、トゥゲー。トゥゲー。トゥゲーよ。あ、そう。俺の映画館で許せなかったことが一個あるんだ。え？行ったら、うん、ポテトがなくて。あ、そうなんよ。なんか、俺はやっぱポテト星人なんで、うん、もう本当にポテトが欠かせない、うん、しかも映画館のポテトうまいし、うん、でそれを結構俺の中ではでかいワクワクイベントだったんですけど、行ったらポップコーンとホットサンドしかないみたいな。そうで、なんかチュロスじゃないけど、なんだっけあれ、なんだったっけ、あのなんか、ね、なんかあったよね、うん、なんか違う代理品みたいなのがあったんやけど、そうそうそう、ショックでした。珍しいよね。生まれて初めて見た、うん、ポテトない映画館。まあ、ちょっとジャガイモが忙しかったのよね。他のとこで大活躍してんのよ。もう尾道でジャガイモ育てよう。うん、頑張れ。で、JA に納品するわ。うん。買ってもらう。生産者の顔が見えるだったっけ。ああ、なんかこの人が作りましたみたいなね。うん、写真載せとってあげる、そしたら。うん、そうしよう。とびっきりないが。私が作りました。ポテトを愛してやまない私が作りました。でんぷん大好き。でんぷん大好き。ポテト大好き。大好き。ハッピーって作るポップ。でんぷん大好き、ポテト大好き、ハッピーってポップ作る。ちょっと物好きの人が買いそうやね。コアなファンになりそう、うん、有名人になれるかも。ミキやめろ、かわいそう。かわいい、何が、うん、言わないでおいてあげる。うん、わかった。うん、でも諦めない。うん、いつか買ってもらおう。そしたら、うん、いいのが出来上がったらみんなにも買ってもらおう。うん、なんか直送みたいな。うんうんうん、産地、産地、産地直送、産地直送しよう。うん、うん、僕が作りましたって。じゃがバタ食いた。なんかすごい、なんかちょっと空いてきた。うん、目の前にねポップコーンがね映画館で買ったやつがあって、さっきから無意識に開けようとしてる。危ない。てか映画館のポップコーン食べきれるやつおるん？絶対残るよね、飲み物とかもさ。ねえ、ポップコーン食べきった記憶ないわい。うん、ないわい。ないわい。赤犬みたいになった。ん？わかる？赤犬？ワンピースの赤犬。わかんないよ、ずっとねワンピース星人になってんの、ここ最近。俺最近ねアマプラでねもうワンピースを一から見るっていうね驚異的なことをしょってね。どこに行くに、お風呂にも食器洗いの時にもずっとついてくるやつは。ワンピースってやる、いつも。怖い、この人。いつからしょるかな、 1ヶ月前ぐらい、うんうん、から見始めて、今ちょうどね、うん、魚人島が終わったぐらい、うん、ジンベイに仲間になろうぜって言っても、うんうん、いや今はちょっとみたいなシーン、うん、今約500か600話ぐらいまでいって、今ちょうど半分ぐらいかもしれん。らしい、うん、伝わる人は伝わるかもしれん。今まではね、うん、ロビンが行きたいっていう時知ってる？聞いたことある。あ、場面、人気のね場面は知ってるけどね。あ、その行きたいってとこまでは、うん、漫画で見よったんよ、うん、それ以降はもう見てなくて、うん、要所要所はやっぱ知っとんよ、うん、これからジンベエが仲間になることも、うん、やっぱネタバレになるけど見とこう。忘れな、ワンピースのことは。あの樽から始まるルフィを見てきた今まで。うん、わかった。違うよ、行き、お出かけの話をしてたんだろう。そうだよ、ワンピース、邪魔だ、やめろ、わって言うな、もう。わ、このちいかわ、わちいかわならいいよ。今日もクレーンでちいかわ取ろうとしたけどね。うん、あいつらコロコロ転がりやがって、かわいいやつらめ。
なんか100円玉大量に吸い取られた。何に貢いでたんだろう。本当に可愛さ募金してきただけやったよ。めちゃめちゃ吸い取られたね。うん、可愛かったき。うん、いいや、楽しかったし。うん、楽しかったからいいのよ。うん、ということで、はい、彼女は無事行けたのでしょうか。お出かけ本当やね。行けたらまた DM ください。ください。お待ちしてます。待ってます。ということでね、福岡人生明日もあります。福岡人生楽しみましょう。あと1日コンピーコンピーコンピー、新しいカフェで撮ろう。うん、コンピー。バイバイ。バイ。ということで、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。またなんてことない日常のラジオですけど、はい、まあ作業用にでも聞いてください。はい、はい、ということでまた次のラジオでお会いしましょう。バイバイ。コンピー。コンピー。お腹空いてきた。お腹空いた。ポップコーンちょっと食べよう。